シャディ株式会社は東京都港区に本社を置くギフト販売会社である。カタログギフト販売大手。大阪を発祥の地とし、以前は大阪府松原市に本社を置いていた。サラダ館南大た駅店シャディの特徴として、有店舗カタログ販売がある。全国の直営店、シャディ店とフランチャイズ契約を結んで運営する、サラダ館に商品を展示し、 カタログの写真だけでなく、実際に店舗で現物を見たり触ったりしながら、商品の品定めができるようにした。さらに、これを有店舗メディアショッピングに発展させ、放送媒体やインターネットとも連携を取りながら、より充実した商品選定ができるように取り組みを強化した。この有店舗カタログ販売を利用者により、身近に体感してもらおうという趣旨の下で、 1988年からサラダ館事業を試験的に導入、1990年から本格的に加盟店を募集している。サラダ館は利用者の心の結びつきを大切にする。本部は商品の開発や販売のノウハウを加盟店に提供し、コンピューターによる受注や訪問販売などお客様との人間関係を強固な、 ものにする本部のマニュアルを忠実に守ってもらうという3つのコンセプトの下でカタログ販売や冠婚葬祭のお礼のお返し利用者の誕生日や入学祝い結婚記念日祝い等の商品選定を利用者が納得いくように選定できるようにするとともに地域に密着した経営姿勢で利用者との強い絆を作り上げるようにするとしているまた受注発注を オーダーメイド形式での運営を基本としているため、在庫の負担が少なく、少ない資本、在庫でも営業展開できるなどの店舗展開上の利点もある。1980年代から1990年代にかけて、シャディ、愛の贈り物として、王ヘンリー、賢者の贈り物を実写化したテレビコマーシャルを放映していた。酒井和歌子出演。など、日誠。 シャディを買収へ、親会社 UCC と、資本提携朝日新聞、2012年2月20日、ロコンド田中社長が、機種、ラオックスと、共同で、ファンド設立売上高706億円のシャディを、買収 WWD ジャパン2018年3月26日19時、シャディ株式の共同取得の完了とシャディ新体制に、関して、当社株式の譲渡契約に基づく、 親会社移動と新体制に関するお知らせシャディ株式会社。ありがとうございます。